水古伝水古伝百八8一覧表、作長歌川国吉、通俗水古伝合決百八人の一個、急千鋒、作長作長は、中国の小説で四大だ一の一つである、水古伝の登場人物。天空星の生まれ変わりで、序列は、梁山泊第十九位の高官あだ名は急千鋒で、短期で無鉄砲な性格だったことに由来。 金斧という金色の大きな斧を獲物とする、北京大名府の領予決のもとで、配軍を務めていた。はじめ、北京大名府の配軍であった。罪を犯して、北京大名府に流されてきた幼氏を役職に、登用させるため試合が行われ、弟子の習近が挑むが惨敗した。これに納得いかない作長は、幼氏に試合を申し込むがこう打つつけがたい、見事な戦いを繰り広げた。 これを喜んだ、両予決によって幼子と共に、定葛氏に任命された。その後、両山泊軍が、ロトシヨシを救出しようと北京大名府を攻めると、首相の一人として、理性、キキたちと共に必死で戦ったが、干渉も加わった二度目の戦いで落とし穴に落ちて、捕虜となる。幼子はすでに両山泊まり入りしていたので、彼の説得もあって両山泊に加わった。東初、不攻めでは、 長期予詞のつぶてで負傷する。108世終結後は、両山泊の八氷危険戦法使を務め、西の三歳を守護する。同官率いる討伐軍との戦いでは、旧軍八家人の西南人を担当し、敵将の一人大吉を打ち取る。朝廷基準後の両国戦では、断衆攻めの後に、ロトシヨの隊となる。アザミ州では、敵将の一人コウジコレヤスを打ち取る。 コツカオヒカリのコンテンショ小陣には、古宴尺の副将となって戦う。放浪討伐戦では、洋州、泉州、甲州と進み、赤鳳との戦いで流星おもりを顔面に受けて、戦死した。ありがとうございます。